日暑かったんでね、ちょっと高島屋で帽子買いました。今日暑い、めちゃくちゃ。京都駅に着きました。コロナ、ご視聴から社会経済活動しっかりと前へ進めていかなければならない。コロナの対策、京都タワーがあるホテルですね、そこ。それぞれに前へ進めていただければ。あ、やばい、京都に来たらあれだ、全部英語だった。そうで、うちにあれたら経済を立て直していく京都ジャパン。しかしながら、このコロナで失った経済、そのものだけではなくて、25年、30年、世界の中で同時に取ってあげた、京都市交通局バスです。そのことをしっかり学んだ、京都はね、河原町からね。アートロフサービスになりました。大企業が最後の家に流れて、そしてこの空間の中で強く利益を出していただいて、家庭でお父さん給料上がってよかったね、そういうことになっていると思っていましたが、現実にもそして、はい、京都駅に来ました。京都ステーションジャパンです。はい、ゲット。さあ、特急はるかでまず新大阪まで在来線で行きましょう。京都からですね。はるか、スーパーエクスプレス47、11時30分ですね。まず、はい、購入してみましょう。 OK、 おい、はるかが30番乗り場、30番乗り場ですね。1番ホームはすごい広いよね。草津行きの新快速がね、来てますね。京都駅のこちらが、0番乗り場、お、これ0番乗り場なんね。草津行きの新快速が今来てます。ここの方がめちゃくちゃ広いです。はい、30番乗り場に行きましょう。30番乗り場、特急はるか30番ホームはね、だいぶちょっと別のところにありますね。地下ホームからですね。あ、0番ホームを、おお、これは昔の北陸温泉の車両、サンダーバード。あ、なるほど、0番ホームの奥のね、30番乗り場そっちなんだね。はいはい、分かりました分かりました。ご乗車ください。サッカーの試合があるんだよ、人が多いんだ。特急木の先の発車シーンは見れるかも。ウィアー X、お、特急木の先福知山行きですね。お、
山陰線出発音、そして私は乗るこの特急ハルカがこのハローキティ仕様ですね。特急ハルカですよ。関西空港行き、寝過ごしたら関西空港へということですね。これ乗ります、キティ仕様にね乗っちゃいますよ。その前に、1号車じゃあ2号車私乗るの3号車だったかな、3の2の D に乗りますね。特急ハルカ、関西アプローチエクスプレスハルカ、城崎のね、グリーン車ですね。広いですね。こちらの発車シーンを見てすぐハルカに乗りましょう。で、亀岡行き、こっちも山陰本線のね亀岡行きです。特急関空特急ハルカで新大阪でおりますけどね、西の株主優待をねもう使ってしまうために乗ります。新幹線より時間かかりますけど、281系の特急ですかね。 HA608 かな。ハロキティハルカ HA608 お、来ました。もうちょっと京都駅にいたかったけどな。草津線のね列車が来ました。特急機の先はもう指定席しかないんですね。指定席買わないと乗れない。あ、こっちに来たらね、はい、のぞみ号か、のぞみ号かどうか分かんない。全部16両編成なんでね。あの宮古ホテルの屋上は結構新幹線が見れますね、あそこからだと。本当ね、東海道新幹線でそのまま東京に行きたいんですけどね。 JR 東海の車両です。こちらが近鉄の京都駅ですね。近鉄ホテルあるかもね。あと2分で発車なんですよ。ちょっと間に合わないな、これの発車待つの。ちょっとあの列車、こちら京都に到着する列車遅れてるんですね。今近鉄電車来ましたね。なので新快速長浜行きも来ました。乗らないとね間に合わない。ちょっと発車見たかったけどな、特急機能先の関空特急に私も乗らないと帰れないぞ。あ、機能先号ちょっと発車遅れてます。ちょっともうこちらの関空特急の方がね先に出発しますんで、こちらはるかに乗って新大阪まで戻りたいと思います。3号車、まあ、自由席もあるんだね、特急はるかはね。一応指定席取りましたけど、京都駅の30番ホーム0番ホームの、新大阪寄りですね。
特急きのさぎ号を発車してきました。特急はるか47号関西空港行きです。信号変わりましたら発車をいたします。